こんにちは。今日はですね、Windows 7にですね、AVST なんですけれども、セットしてみまして、正しくパソコンウイルスを検出およびパソコンウイルスの方ですよね、実行してみて検出できるかどうか、パソコンの方を保護できるかどうか試してみたいと思います。とそういたしましたらですね、まずこちらいつもテストしているマルウェアとワームウイルスと、トロイウイルスなんですが、こちらの方を解凍してみたときにですね、検出できるかどうか試してみたいと思います。問題なく検出の方成功しました。で以上ですね、一つマルウェアの名前を、検出していて、でチェストですよね、隔離チェストに移動で、回答完了するんですが、中身は全部空になっています。で全て先ほどの、17個の、ウイルスをですよね、検出できたのかどうかというとですね、こちらの方ですよね、検出ログなんですけれども、現状一つ、今日ですよね、15時28分、今先ほどテストした、ウイルス一つしか検出していない状態です。で理由は不明なんですけれども、そうですね、 Windows 7の方で、そのパソコンウイルスを、検出した際に、その内容をキャンセルするのか、プロセスですよねをキャンセルするのかどうかは不明なんですけれども、回答すると全て検出はしていないんですが、このように、ウイルスが展開されたフォルダーの中は空になって、完了してしまう状態です。でちょっとですね、個別に取り出して検出できるかどうかやってみます。大丈夫ですね。これは回答されてきたんですけれども、全部マルウェアの中身全部、削除されているということで、多分動かないと思うんですけれども、動かないですね。と次、こちらいたずら系のトロイウイルスですよね。デスクトップリッパー。こちらもトロイだと思うんですが、大丈夫ですね。こちらの方もどうでしょう、大丈夫ですね。こちらもトロイだと思うんですが問題ないです。これはマルウェアですね。問題ないですね。誤動作してますね。問題なくこちらの方に出てきたんですけれども、問題なく、中身のウイルスですよねの方は取り除かれているということになります。問題ないですね。
この辺ぐらいまでが、トロイウイルスになるんですが、あとはワーム系ですよね。大丈夫ですね。これもワーム。これはトロイなんですが、大丈夫ですね。あと残りの2つはワームです。OK ですね。全部、検出の方可能でした。で、一件こちらの方で少し何やら、変な動作があったんですけれども、特に問題ない範囲だとは思います。そういたしましたらですね、ちょっと時間がなくなってまいりましたんで、いつもテストしているアンダーグラウンドサイトの方ですよね、の方から少しマルウェア取得して検出できるかどうか。インターネットエクスプローラーの方はですね、バージョン8になります。害を及ぼす可能性のあるソフトウェアが検出されました。出ますね。どちらがその検出したのか。ディフェンダーですよね。無視ですね。許可にしてみます。閉じる。ダウンロードに入っているとは思うんですが、ないですね。もう一度行ってみます。今度は実行で行ってみますね。許可、操作を適用。実行はいかないですね。保存。デスクトップ。今降りてきましたね。で、AVST ではその検出できないので、少し実行してみます。今検出されましたね。かなり中身アーカイブされてますよね。すごいですね。ちょっと時間なくなってまいりましたんで、この後のその何て言うんですかね、パソコンウイルスに感染しているのかどうかですよね。の方は後で、検証してみたいと思います。検証結果の方はですね、オンライン SNS の方で、掲載させていただきたいと思いますので、ご了承のほどお願いいたします。それでは失礼させていただきます。